はい、いつもの峠の雑談です。ジクサーにね、雨具のバッグを取り付けるの、ボリューム3になりますかね。テスト走行を今ちょっとしてきました。でね、分かったことが一つあるんですけどね、要は外れないようにということばっかりにこう結構 気を取られてたんですけど、これでね、とりあえず、ボリューム2の段階からプラスしたことはね、ここですね。ここもね、結束バンドでこっち側を止めたんですね。だからこれもほとんどボリューム2の時と違ってこう動かないです、これ。そこは良かったんですけどね、実際に走行してみてね、分かったことがあったんですけど、このステップに右足が乗ってますよね。そしたらちょうどかかとのね、裏側ぐらいですね、足の。それがここにね、結構触るんですね。だからこの位置でもまだ手前に来すぎてるということですね。だから全体にこう、そうですね、まあ3、4センチ、リア側にね、移動させたらもっといいですね。やっぱりね、たまにこう、かかとの後ろぐらいですね、足のね、ブーツのね、かかとの後ろぐらいこう触るんですね、やっぱりね。もちろん足を下ろした時とかは触らないんだけど、やっぱり触るんですね、ほんのちょっとね。それがやっぱ結構気になるんですね。だからやっぱテスト走行ってやっぱ大事ですね。これでいいなと思ったんだけど、もうちょっと本当全体にね、この位置から3センチでいいですからね、左側に、この位置からこっちに、こっちも方向にですね、ずらしてあげると、全くこの、ブーツのかかとの背中の部分ですかね、足のね、そこがここに触らないですね、だろうと思います。ただそれをしようとすると、いくつか問題点っていうのが、まあ、あるんですけど、これが結局ストッパーみたいなものがないから、全体にどうしても重さがこっちにかかってしまうんで、ずれてきやすいんですね。それだったらここになんかこうゴムのなんかあるから、ここまで移動させてしまうと完全にいいでしょうけどね。これちょっとまあやってみての話ですね、うまくいくかどうかはね。どっちにしてももう少し左方向に、リア側にね、バックを移動させるとベストですね。それが分かりました。まあそういうわけでね、これがボリューム3ですけどね、ボリューム4まで、本当の完成形までね、行くんだったら、この話、ボリューム4まで行かないと、終わりになりそうにないですね。そういうことでね、ジクサーにね、雨具収納バッグを取り付けてみたの話の、ボリューム3で、まあ、ボリューム4に乞うご期待ください。まあ、完全体というかね、一番ベストな状態まで持っていけるのかなと思います。僕の場合はちなみにそのリアシートにね、これもカフェレーサーになってるんで、人を乗せるってことは想定してないんで、こんな風にしてますけど、後ろに人を乗せるっていうことを想定したら、また違う考え方で行った方がいいかもしれませんね。まあちょっとそんなことを今考えてます。といったところでね、まだチャンネル登録お済みでないようでしたら、よろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。